動画をご覧の皆様に弟圭介からご報告があります。はい、ですね、私圭介、今回はちょっとですね、動画更新に関するお話をちょっとねしたいなと考えております。私圭介、この度ですね、招待をいただきまして、スーパーセル本社があるフィンランドヘルシンキに行ってきます。よいしょー、はい、はい、ということで、なんでお前が言うの。はい、ということでね、私圭介、明日からですね、ちょっとですね、スーパーセル様からご招待をいただきまして、スーパーセルの本社がある、フィンランドヘルシンキに行ってくるんですよ。わかるわかる。何がわかるんだよ。人が大事な話してんのに物食うなよ。わかるわかる。はい、でね、今回はですね、ちょっとお知らせがありまして、まあ今回はですね、クラクラ関連に関して、ご招待をいただきまして、で、まあ具体的に何をするかはそんな聞いてないんですよ、ちゃんと。はいはいはい。話は聞いてないんですけども、行ってきます。ほうほうほう。で、なんかね、世界の YouTuber も集まるらしくて。マジで？すげえ。何をするのか本当楽しみなんだよね。マジで？そう。で、まあ本社も見れるかもしれないし、すごい楽しみなんですけれども、フィンランドあっちに行ったら、まあ何本かリプレイ、動画取りだめしてあります。はいはいはい。で、いつもみたいなね、まあちょっとネタ検証とかやる時間がなかったんで、もうね、前回リップとか取りだめとかして、まあいつもとね、違った感じの動画はですね、一応取りだめはしてるんですが、3日4日分ぐらいしか取りだめしてなくて、ほうほうほう。その先以降ですね、まあ拘束時間もどれぐらいなのかもわかんないし、ちょっと動画更新休むかもしれないです。ふざけんな。まあでもね、ただね、今回これを機会に、ね、あちらの YouTuber さんとね、こうね、親しんで、ね、こう、いろいろ勉強して刺激してもらって、これからね、より一層面白いね、クラクラ動画上げれるかもしれないんですよ。はい、なのでね、まあそうですね、ちょっと、ひょっとしたら、5月の4日、5日とか、ひょっとしたらね、まあ休むかもしれないし、はい、あっちでね、撮ったね、スパセル本社行ってみた、みたいな動画も載せれるかもしれない。なるほど。はい、なので、ちょっとね、その点に関しては、わからないので、ご了承ください。はい。はい、で、そしてですね、これからもクラクラ動画、ね、毎日投稿頑張りますので、まだチャンネル登録してないよという方はぜひともチャンネル登録お願いいたします。お願いします。はい、グッドボタンやコメントもお願いいたします。なるほどね、じゃあフィンランドに行くっていうことで、はい、多分これが必要になると思うから、お前にこれをやるよ。何をくれるの。